はい、皆さんこんにちは。モータージャーナリストのレイです。那須モータースポーツランドからお届けしてまいります。今シーズンもですね、ここのイベントスケジュールが発表されていて、もう今シーズンですね、開幕しているんですね。今日はライディングスクールといったイベントがやってるんですけども、僕がですね、よく来ていておすすめしている、一つの遊び場ですね、この那須モータースポーツランドでどういったイベントがあるのかご紹介したいと思います。まずはイベントスケジュールを先にご覧になってください。どうぞ。さあ、ということでスケジュールを見ていただきましたが、試乗会の他にレッスンもやってるんですけども、まずは今日このライディングスクールがどういったものかというと、対象者としては教習所を卒業したばかりの初心者の方、あるいはクロート熟練の方で自分の技術を見直したい方、あるいはリターンに久々に乗る方、まあほぼ全員ですね、全員が対象ですね。まあ、特に教習所を卒業してすぐに来ることをお勧めします。まあ、今ご覧いただいているように、まず午前中に関してはですね、パイロンを使って小さくバイクを細かく丁寧に低速で操る練習をします。その中でもちろんインストラクターがその方法を教えてくれますので、自己流で勝手にやってくださいではなくて、きちんとしたメソッドを教えてもらいます。それをきちんと確認した土地に午後になるとですね、まあ、ここなんせサーキットですから、コースを使って広々とですね、自由に走ることで、朝練習したその丁寧な技術というのをコースで確認することができます。で、教習を卒業してすぐ来てくださいなんてお話をしましたが、ただそこで生きてくる一番大事な基礎というのは、もともとは教習所で教わることなんですね。ただそれがどういう意図があって何を教わっていたのかというのは、おそらくここに来ることでその意図がはっきりと分かるんじゃないでしょうかね。そうすると点と点がつながって線になるんじゃないかなと思うんですけども、このライディングスクールをみっちりと練習してある程度慣れたならば、その次のステップとしてレーシングスクールではなくて、その間にあるライディングカレッジというものがあります。そこですと、もうちょっとこうスピード領域も上がってきて、もっと負荷も上がってきて、もっと難しいことをしていくわけなんですけども、あくまでその基礎というのは教習所にあるものをきちんと理解して、でそれを反復練習するライディングスクールがあって、それができた暁にはライディングカレッジといったふうな縦構造がしっかりと取れています。でレーシングスーツつなぎを着てレーシングして膝すりしてという場所ではなくて、もっとその手前の領域をライディングカレッジで練習しますので、興味がある方はぜひぜひ調べてみてください。でそのスクールカレッジ、いずれにしても自分のバイクでサーキットで転んだら、自分のバイクをもしも壊してしまったらって、誰しもすごく怖いものだと思うんですけども、ちょっと想像してみてください。こういったパイロントレーニングでポテって倒してしまうのと、なんとなく友達に誘われて行ってみたサーキット走行会で1コーナースピードが乗ってる状態でバーンって行って、もしもバイクを倒してしまったら、その破損具合というのは全然違いますよね。むやみに何もわからない状態でサーキットを走って、なんか雰囲気だけ味わうというよりかは、ここでみっちりと練習をしてリスクを下げられるだけ下げて、サーキットを目いっぱい、フルコースを目いっぱい走った方が何倍も何倍も楽しくなりますので、そういった意味もあって、まずはこういったところで練習することをお勧めしたいんですけども、とはいえサーキットっていう場所がちょっとこう不安でいろいろ怖いと思うんですね。慣れないとよくわからないし、であれば先ほどイベントスケジュールを見ていただいたステップアップ試乗会に先に参加をして、そこでこのコース、ここの着方を慣れて、それからですねスクールに参加するともっと馴染みがいいんじゃないかなと思います。ステップアップ試乗会というのは、1日で様々なメーカーのバイクをこのサーキットで一気に試乗することができるという機会になります。なかなかですね、試乗会というと公道試乗会、まあ、他の車もいますよね、子供が飛び出てくるかもしれない、あるいは駐車場にパイロンを並べただけの試乗会というのもよくやってます。パイロントレーニングと試乗会ってやっぱ別物なんですよね。やっぱそれなりにまっすぐ走ってバイクを傾けて曲がってみたいんですよね。とすると安心して走れるのは当然皆さんもちろんご存知、サーキットしかありませんよね。というこのサーキットという場所で安心して試乗できるのがステップアップ試乗会。それの変化系で外国車試乗会といって、輸入モデルのバイクに一気に乗ることができる同じイベントもありますので、まあ、国産乗りたいのか輸入車乗りたいのか、まあ、両方来ることをお勧めしてるんですけれども、まずその試乗会来てみて那須に馴染んで、それからこのステップアップ試乗会からライディングスクールからライディングカレッジへと、その後にはここでライセンス取ってスポーツ走行ももちろんできますので、そういう風なですね縦構造でここの那須で遊んでみてはいかがでしょうか。で今日僕はですね東京からやってきてるんですけども、だいたいですね車でもバイクでも東京から2時間半ぐらい見ておけばすんなり来れれば、だいたいそれぐらいの距離感ですね。
今日はまだこれ4月上旬なんですけども、桜が咲いていてですね、高速道路の脇町々をこう点々と行く中でだんだんと景色が変わっていって桜が咲いていて、遠くの方の山にはまだですねてっぺん白い帽子をかぶっていてですね、すごく綺麗な景色だったんですけども、ドライブで来るのも楽しいですし、ツーリングで来るのも楽しいですし、で那須というとこのモータースポーツワールド以外にも走る場所、行く場所きっとあるかと思いますし、グルメもあるかと思いますので、那須をですね探検してみてはどうでしょうか。ということで今年もこの那須モータースポーツランドのイベントをですね、僕が好きなものを取り上げて取材をして皆さんにお見せしていこうと思いますので、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。このイベントはですね、もう何度も何度も取材してますので、過去の動画をですね概要欄に入れておきますので、まあ、具体的にどういった項目の練習をやっているのかはそちらでご確認ください。ということでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。